まず大きな丸で顔の、ね、輪郭を描いてから、こっち向きにね、ちょっと体をひねって歩いたように描きたいと思いますね。顔の部分ですね。まず最初。こんな明るい黄色かな。全体塗っちゃいましょうね。そして、濃いめのオレンジを溶いて、ちょっと暗めの色で、こんな感じですよ。だんだん体の立体感も見えてきます。鼻が大きいんだね。髪の白地を残していきます。引っかいてもいいんだね。もうちょっと暗いとこも描きますよ。この後ろ足のここも日陰ですね。目は小さめです。怒ったような顔に描いてあげましょうね。そして足元に日陰を塗ります。はい、出来上がりです。今回はね、ライオンを描いてみました。ね、面白かったでしょ？これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。